久保さん。今回、みんなの銀行のミンにしましょうか。ようやく久保さん25万いきましたね。今月は結構ね、毎日、毎日、半分ぐらいは毎日入ってましたね。うん。16日間ぐらいは毎日入ってました。今日も入ってて、今日2000円ぐらい入ってたんですけど、もうちょっとで30万いきますよ。もうちょっとで。続けてますね。で、本当ね、今ライバルいないんで、多分余裕っすね。1年前はやっぱいましたけど、 今動画撮ってるの僕ぐらいじゃないですか。ずっと。1年前からずっと僕撮ってんの。<laughs> 本当と、ちりもかなと思うんですけど。まあ、久保さんが言う通り、うんまあ、たかが1000円かもしれないけど、ー、うん、1000円を払い続けてますよ、あなたは。っていう。ね、電気代どうすか ?1000 円で収まってます水道代1000円で収まってます携帯代1000円で収まってます たかが千円ってみんな言うんだけど、千円払ってますよ。毎月。たぶん、何かしらに。100%何かしらに、千円払ってんだけど、た <laughs> かが千円って言うんですよね。そのたかが千円の積み上げを、まあ、それよりちょっと大きい金額かもしれないですけど、まあ、それは払ってると。でも、その払ってるお金は、まあ、その一円の集合体。まあ、千円の集合体。うん。 だからやっぱね、久保さんがね、昔その毎日10万稼ぐみたいなね、なんか毎日なんか稼ぐみたいな、なんか、なんかその目標というか、毎日なんか稼ぐぞみたいな、なんか設定したというか、なんかそういう話をしてたような気がするんですけど、僕たちは生きている限り、毎日やっぱ稼ぐっていうね、これはね、意識というか考え方は持っといた方がいいですね。まあ、生きるを選ぶんだったらですよ。何を諦めたとしても、生きるってことは、その生きるための経費がかかるんですよ。 何かしら経費かかってます。食事代ロ円ですか ?1 ヶ月。まあまあないですよね。社会人。まあ、その親元で暮らしてるんだったら、ね、親から、親がご飯作ってくれてみたいなのあるかもしれないですけど、親から離れたら自分で飯食っていかないといけないじゃないですか。全部タダですかなわけないですよね。だか何かしらそのお金かかるんですよ。うん。0円は、まあ、ホームレスにならないとどうなんだろうな。 うーん炊き出しとかね。まあ、行けば、あるかな。まあ、生活保護もあるんであるかもしれないですけど。まあ、基本的に一般的なね、生活をするっていう、なんかその保護とかももらわない。炊き出しももらわないんだったら、自分で稼いでいかないと、飯買えないわけですし。うん。だから毎日稼ぐ。何かしら1円でも毎日稼ぐ。1000円でも2000円でも、えー、毎日稼ぐっていうこのマインドはすげえ大事だと思いますね。生きていく上で。 でも多くの人はやっぱ毎日稼ぐというマインド考え方意識はないでしょうねなんでならば、うん、会社から給料もらうっていう生活をしてるんでまあ意識としてするならばあ今日も会社行かないといけないなっていう意識考え意識でしょうね毎日稼ぐというよりかはあ今日も会社行かないといけないなみたいな感じかなと思いますねうん毎日稼ぐために毎日日々何か継続する何かやるっていう で、なぜやるのか。それは稼ぐためですよね、毎日。とにかく毎日稼ぐっていう。ね、毎日稼ぐ、365日稼ぐっていうのはね、結構大事なことだと思いますね。なぜならば365日生きてるんで。365日何でも稼がないといけないのか。それは毎日生きていて、毎日経費が何かしらかかってると。今日電気つけました今日水道ひねりました歯磨き磨くときに歯磨き粉塗りましたか 歯ブラシはどうしたんですか水は一 <laughs> 日いくら使ってんですか必ず一日いくらかは使ってますよ。どうすかだから、まあ収入、まあお金って、その収入と支出のバランスでしかないじゃないですか。どうすかじゃあなぜ貧乏なのかっていうと、 なぜ自分が貧乏だと思うのかっていうと、これを買いたいんだけど、収入がこれぐらいしかないから、買えないから貧乏と思ったりする。まあ、分かりやすい例で言うだろらね。多分ね、一個も買いたいものがありません。一個も食べたいものがあんまないですってなったら、貧乏と思わないと思いますよ。だって欲しいもんも何もない。食いたいもんも別に何でもいい。住む場所もどこでもいい。ってなって、じゃあ手取り14万でも、なんか文句も言わないだろうし、 なんかその貧乏だとも,思わないですそもそもなぜ貧乏だと思うのかっていうとやっぱ比較なんですよ僕が思うにねなぜ貧乏なのかなぜ貧乏と思うのかそれは収入と支出こういうものを買いたいこういうとこに住みたいこういうものを食べたい支出ですよねそこに対して収入がアンバランスになってるとでもこれが全くないってなった場合もう手取り14万でも金持ちなんじゃないかみたいなね <laughs> だって、ホームレスで14万も毎月入ってたら、かなり金持ちじゃないですかどうすか <laughs>、うん、だから、まあ、あのー、うん、なんだあの、毎日稼ぐっていうのは大事だなと思いますけどね。うん、まあ、そういう意識っすよね。それが、その、それがあると、非常にいいと思いますね。うん まあベン、ベントレの話はね、非常によかったですね。やっぱ大富豪は大富豪の、その、まあ、それが広まらないっていうのは、ちょっとね、まあ、入り口がちょっとね、違かったっていうのは、まあ、あ、やっぱ、あまりにも、その、さ、ギャップがありすぎたっていうところで、うん。ん。それは報道陣を集めるんじゃなくて、まあ、自分のメディアでなんか YouTube でなんかやって、なんか、その、なんだ、 やればまた違ったのかもしれないですね。報道陣からすると、ね、報道に来た理由がね、そのベンドレを埋めるか埋めないかっていうそのネタで来てるのに、その臓器は報道しづらいですよね。<laughs> でも自分のメディアだったらまた変わってたんじゃないかなと。うん。だからその自分のメディア、SNS を使っていれば、もしかしたら拡散してくれた人がいるかもしれないですね。この大富豪実はいいやつだったみたいな。 すごいやつだったと。すごい、みたいな感じで、あそれはすごい、みたいな感じでツイートでバズったとかもしれないですね。でも報道陣からすると、なんだ、仕事になんねえじゃねえか、みたいなね。やれよ、みたいな。<laughs> 話でね。まあでもやっぱ、そのう、考え方はうまいなと思いましたね。で、しかも、語呂もね、埋めるっていうところ、なぜ埋めるのかっていう、その埋めるっていうところのオチが、すごくうまいなと思いましたね。あ、なるほどね、みたいな。確かに。 何も使わずね、埋めるっていうその話はね、確かにと。臓器はね、別に僕も臓器提供全然しても全然いいですけどね。だって、もういらないですもんね <laughs> うーん。うまあ僕の臓器でよければ何でも使ってくれって話ですよね。うーんまあ死んだ後なんかね、使い道がないですからね、臓器ね。<laughs> そう,うーん。でもまあ、 どうなんですかねまあ、80とか90で死んだ時の臓器ってもう使い古してるので、ね、その若い時に交通事故とかで亡くなった時とか、なんかそういう時ですよね、多分ね。9 8 90の臓器とかね。ま、あ僕が90まで生きるかわかんないですけど。ま、あそれはどうなんだろうな。それはまあもう捨てるしかないですね。もう使い切ってるから。<laughs> 使い道があるのかな。う やっ,ぱまあ、やっぱ金持ちの考えてることやっぱ他の人とはやっぱちょっと違うなっていうのは感じましたけどねうまいなと思いましたけどねうまいなと思ったけどやり方を変えればもっとその意図は伝わったんじゃないかなとも思いましたしねうんだ要は報道陣の仕事の報道する仕事ドキそのワイドショーとかねワイドショーとかでそのまあ、来てる感じじゃないですか多分その,そ,そのネタで来てる人たちっていうのは で、そこに提供するものをって考えた場合、絶対土、ベントで土に埋めた方がいい、要はいいんですよね。うんで。そこまでは頭がいかなかったのかもしれないですね。その、そのネタで、そのネタで来る報道陣の求めているものまでは考えなかったのかもしれないですね。うん。はい。いってらっしゃい。